よし、じゃあ次行きましょう。はい、次は、じゃあユーフォルビア。あ、ユーフォルビア。はい、はい、を紹介したいと思います。こちらでございますね。はい。これはユーフォルビアのバリーダという植物でございます。バリーダ、はい、これだから見てもらったら分かります通り、はい、このボディから、まあ、この花をね、花を咲かすためにギューッとね、この、なんですか、枝みたいなのが出て、はいはい、でその枝が枯れた状態のまま残ってるという。あー、なるほど。でこれが、バリーダ、スーパーバリーダですよね。スーパーバリーダ、バリーダ、スーパーバリーダ。何がスーパーなんですか。何がスーパーか見たら分かるやろ。いや、分かんないですよ。どう見てもこっちの方がスーパーやろ。でも大きさ的にはこっちの方が大きいじゃないですか。いや違うよ、だからこれはもうあれやんか、もうこの鼻緒のトゲの長さやん。あ、長さがスーパーってことですか。もうそう、スーパー、ここがスーパーの部分や。あ、そうなんです、そこがスーパーの部分なんですね。明らかに長いでしょ。あ、確かに長いです。スーパーバリダっていうのはそうな、あんまりないんですよ最近。そうで、今この花が枯れた後がこのまま残ってるって言ってたけど、はいはい、それのその要は枯れてない状態がこれね、今緑色のね、これここ。ああ、これ、ああ、はい、はいはいはい。そうそう、これがぐーっと伸びてはいって、はい、ちょこっと花を咲かせて、はい、で最後枯れて骨みたいになって残るという。ああ、なるほど。ね。で続いてどんどんいきましょうか。はい。今度こちらですね。はい。これは群生館というね。群生館、はい、植物です。群れると書いて星と書いて冠と書いて群生館へー、ね、かっこいい、うん、これね今ちょっとねこう見た目がこのトウモロコシっぽい感じ、はい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 、のね、まあ、多肉植物、まあ、ユーフォルビアなんですけれども、はい、これもともとねすごいもっと大きい群生館があって、はい、その群生館からそのコブイタ、はい、赤ちゃんをここまで育てました私。あ、そうなんですか、はい、だから例えば今、ここのこのスーパーバリダのこれ見てください、はいはい、これ子供なんですよ。ああ、このちっちゃいのですね。そう、これ子供ね。はい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 、はい、でこの子供をポリって取って、へえ、土でこう土のところにポンと置いて お水あげて、はい、成長させていって大きくするっていうね。あ、まあ、それで言うと、はい、見てください、このスーパーバリダの赤ちゃんを採取して今育ててます私これ。ああ、ほんとだ。そう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 、みたいなことで、はいはい、この群生館ここまで成長いたしました。これもう、うん、成長したら、うん、これになるってことですか。なるなるなる。へえ、すごいな。そうで、スーパーバリダの子供からこれももちろんスーパーバリダです。スーパーバリダで親っていうのが意外に大事で、あ、なるほど、うん、親がしっかりしてたら、はい、子供もすごいそれの形に似てるような、あ、育ち方する。へえ、うん、そういう意味では人間と同じなんです。なるほどなるほど。面白い面白い。じゃあ続いては、はい、よいしょ、ユーフォルビアオベサでございます。オベサ、オベサ、うわ、なんかちょっと渋い色してますね。しましま、ちょっとしましまが尖っててね、はいはい、うん、ちょっとまあ本来の色よりはちょっと色悪いんやけどこれ。あ、そうなんですか。うん、プールとか川にずっと使っててむちゃくちゃ寒なってきて唇紫色になってるけどあの状態になってるの。はいはい、あ、なるほど。ちょっと寒いところで管理しすぎたかな。あ、サボテンってやっぱ寒いとこは苦手なんですか。サボテンというか、まあ、ユーフォルビアももうそうやけど、あ、まあ、基本的にはまあやっぱりその元々のその出身地ではそんな寒い場所ではやっぱ育ってないから、例えばメキシコであったり、まあ、アメリカであったりとかっていうところなんで、はいはいはい、その気候にちゃんと合わせた育て方をしてあげないとやっぱり突然死したりとか枯れたりするから、はいはい、それは結構難しいですね、はい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 、で本来例えばこの兜なんかも、はい、こんなにむき出しになってないから現地では。あ、そうなんですね。もう表面これぐらいの状態で土の中に埋まってたりするのよ、はい、ほぼほぼ。あ、こんな出てないんですね。こんなにブゴーンって出てないから。あ、それもまた現地と条件が違うから。でもこれはもう日本で何でも育てられてるやつやから、うん、もうこの状態でも全然元気やけどね。うん、だから直射日光あんまりね良くないって言われてますね。あ、なるほど。うん、続いてこちら、はい、蘭方玉、アストロフィズム蘭方玉っていうね、植物で、これ上から見てください。星なんですね。うわ、ほんとだ、かわいい。めっちゃ綺麗な星っすね。そうでしょ、上から見た時のフォルムが可愛いというね。
すごい、これ可愛いでしょ。はい、うん、やっぱりこのフォルムがね可愛くて僕ねちょっと一目惚れして買った、昔昔買いました。どれぐらい前なんですか。結構今これどうやろう、でもちょっと待って、でもほんま7、8年ぐらい前かな。え、それずっと元気なんですか。ずっと元気ね。へえ、すごいな、うん、割とほんまにほったらかしやねんけど、はいはいはい、なんか全然今も元気やな。へえ、うん、じゃあ次ちょっとちっちゃいんだけども、これはこちらですね。はい、ハウルチアニグラって言います。ニグラ、うん、かっこやろ、このブラックのフォルムに均等なあのこの生え方。いや、かわいいっすよ、かっこいいっすね、うん、かわいかっこいいやろ、かわいかっこいいっすね。その網目状に縫い込んだムチみたいな。はい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 、え、めっちゃちっちゃいっすね。めっちゃちっちゃいね、他に比べるとだいぶちっちゃい。そうやね。でもまあこの小ささもまたこの小さい中にも存在感があるというこの佇まい、はい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 、これがまた最高なの。じゃあ次、はい、こちら、はい、鉱山。鉱山、はい、あ、これもまた可愛い、この芋けんぴのような。いや本当に芋けんぴっすね、芋けんぴのようなところから、線香花火がパシパシパシってなってるかのようなこのフォルム。はい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 、はい、ね、これがまたもうすごいなんかアーティスティックね。なんかね調子悪かったんですよ去年とか。あ、そうなんですか。でも今年からなんかねどん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 この元気良くなっていただいていうね、やっぱ日当たりのいいとこでちゃんとしっかり管理させたからやと。ああ、なるほどなるほど、うん、すごい僕はこれお気に入りの、植物ですね。はい、どんな形ありますか。そうでしょ、はい、やっぱりだからこうやって見ると本当にこれ前も言うたかもしれんけど、はい、本当に自然界が生み出したアートなんですよ。いや本当にそうですね。あ、これはもう誰の力でもないですから、もう彼らのもう持って生まれたセンスですから、はい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 、これをねもう本当にもうずーっと見ながらお酒飲めるね。あ、これ見ながら、これ見ながらお酒飲めるね。ああ、どんどん行こう。はい、お願いします。噛んだ今俺ラーみたいな何言ってるかちょっと分からなかったですね。まあいいや、噛んだかどうかのもう確認とか分からへんなと思って、ね、最近ちょっと飲みすぎがたたっております。はい、さあ続きましてはこちら。うわすごい、はい、これはサンセベリアロリダという、植物でございますね。はい、このまたこの生え方なんですかこれ。この何十五の着物をこう重ねて着てる時みたいなこの上品な佇まい、うん、なんかちょっと和っぽいっすね。そうやのよ。これでも一枚一枚出てきてるってことですか。そうなの。あ、なるほど。これ去年、はい、あ、そういう、そうそう、なんかまあ2枚ぐらい一気にブブンって出るときあるんやけど、はいはいはい、大体1年に1、2枚ぐらいの、1年に1枚かそれぐらいかな。じゃあまた今年とかになったらまた、あれはもう今年の夏またグーってくる。もう見てこれ、もう用意始まってるから。あ、この絵が出てきてるやつですね。ちょこんと出てるやろ。はいはいはい、もう用意始まっとんね。なるほど、うん、すごいな。そうよ、M1 の優勝者決まったら、はい、すぐエンディングでもう来年の M1 は始まってる、はいはい、っていうのと一緒で、もう始まってる、ね、もう来年のロリダは始まってる。うん、これ育ったら永遠に増えていくんですか。永遠に増えていくよ。へえ、永遠に増えていく。すごい。そうで永遠に増えていくやろうけど、多分もうそのもう支えられへんくて倒れていくんだろう。ああ、なるほどなるほど、気をつけないと。さあ、はい、続きましては